横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の伊能、対するドラゴンズの先発は右の福谷、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。ドラゴンズピッチャーを交代します。先発の福谷、6回1失点の好投でマウンドを譲りました。マウンドに上がったのは浜田、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。投げた、打ちました、引っ掛けた、鈍いゴロ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ロペス、今日はショートフライとセカンドゴロ。第9投げた、見送ってボール。さあ次の投球、投げました、打ちました、レフト線ぐるっと打球が上がっていきますが、レフト取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番宮崎、今日はライトフライとショートフライ。初球空振り。第2球投げました、スライダー見送ってストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、流し打ち、これは内野ゴロ。ビシエド自らベースを踏んで3アウト。浜田三者凡退、無得点に抑えています。7回までが終了しまして7対1です。8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは芝、ここまで2打席連続三振。2球目ストライク、これで追い込みました。投げました、インコース、ビシエド、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、打ったに当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。ミネイ、ナイスバッティングです。バッターは代打オースティン。第9投げた、危ない球。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げました、アウトローを見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ投球は5球目、直球空振り三振。打順はトップに帰って梶谷、今日はここまで3打数2安打。投げました、ストライク。第2球2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました、危ない球。次は4球目投げました、アウトロー際どい球、ボール。投げました、打ちました、ファール。投げました、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった。ミネイ、その間に三塁へ。梶谷、ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。さあここは守りどころです。第9危ない球、投げた、インロー空振り、タイミング合いません。投げた、打った、次が4球目投げた、打ちました、これはいい当たり、打球はライトに送った、ホームラン、スリーランホームラン。真っ青に染まったライトスタンドに吸い込まれていきました。失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。浜田、ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。第9見送ってストライク、まずは入れてきました、投げた、打った、これはいい当たりだ、伸びた、伸びていった、センターを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、変化球を完璧に捉えられました。バッターは4番佐野、これが4度目のバッターボックス。第9投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げました、見送ってストライク、これで追い込みました。投球は3球目投げました、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。浜田ナイスピッチング。8回の裏が終わりまして7対5、浜田この回2本のホームランで4点を失いました。ドラゴンズ見事勝利です。ご覧の通り本日の試合は中日ドラゴンズの勝ちでございます。勝利投手マルティネス、敗戦投手山崎康明、セーブは。さて本日のヒーローは阿部、本当に今日は大活躍でした。